No culture, no life. 宝石の国ラジオ、金剛先生がお呼びです。ふう、こんにちは、中田ジョージです。なんでふうかよく入りかねわかよくわかりませんが、この番組は金剛先生役の私、中田ジョージが毎回アニメ宝石の国のキャストをゲストにお迎えしてお送りするラジオ番組なんです。なんとラジオ番組なんです。私が迎えます。今まではフォスの黒沢智代ちゃんと新社役の美香子氏が来て随分助けてくれました。はい、みんな聞いてくれた方は、なんだよジョージ四分になっこじゃねえかって、なんだよベテランのくせに新人みたいに上がってるじゃねえかって言われたんですけど、今日もまだ上がってます。というわけで、今回もよろしくお付き合いのほどお願いします。ではでは、今回のゲストは、今僕のトークを聞きながら2人ともニヤニヤしてるんですけど、今2人って言いましたよね。今までは1人ずつだったんですけども、今回はね、いわゆる兄弟ってことで、この間出てきてみんなの間でもすごく話題になってました。では早速このお二人を紹介したいと思います。ダイヤモンド役の茅野愛さん、そしてボルツ役の桜彩音さんです。どうぞ。茅野愛です。桜彩音です。失礼します。あ、入りたまえ。あ、3回目なのにまだろれつが回らないな。緊張するな。でもね、今日は2人来てくれたんで、はい、すごい安心なんだ。だって2人に振れば僕の喋る分は3分の1でしょ。いやいや、そうはいかないですよ。そういくよね、同じ事務所だし。頼むよ。同じ事務所だし、それ関係あるよね。いやでも嬉しいです。今日ちょっとドキドキしますけど。ドキドキします。そうだよね、来る方がドキドキするよね、この番組ね。ジョージさんの大丈夫かな、いや行くかなみたいな。ジョージさんと話すのすごく好きなんですけど、そのラジオでお話しするのは初めてなので。そうだよね、どうしたらいいかよくわからないよね。私は割と安心感がありますけど。そうだよね、この包容力ね。分厚い分厚い包容力、海のような。でもね、お二人は割とね、前からこういろんな番組でご一緒させていただいてるから、個人的には落ち着いて少しはいけるかなと思って。遡れば、2010年にアフレコしていた夢食いメリー。そうだね、私たちのレギュラーデビュー作、初メインぐらい、あやねちゃんが初メイン、初メインっていう感じ。もう今でも覚えてるよ、セーラー服で着てて。お弁当いっぱい食べてたよね。そう、スタッフさんの残りのお弁当これもらって帰っていいですかって2個ぐらいにお弁当持って帰ってた。本当に知らなかった。あの時1日7食ぐらい食べてたんですよ。マジすごい。部活やさわけじゃないんでしょ。そうなんです。それでよくそんな細いよね。いや、今よりも 8,9 キロ体重ありました。そんなに多かった。1日3食に戻したら一気に9キロ落ちて、本当にえってなります。それは普通の人になった普通の人になったってことで、今まで行き過ぎてたってことだよね。そうですね、はい、でもその時のやっぱり安心感があって、この二人と共演するとすごくホッとします。そうですか。そう、じゃあ私もいい話になったところでホッとする。本当に、なんで、いや、なんでかわからないんですけど、こう事務所でも分かった、男としては思わないからだ。違いますって。ジョージさんって意外とネガティブなんですね。本当。そうね。今ネガティブなことを言うような感じじゃなく、そういうこと言われたからびっくりした。びっくりした。そうかそうか。違いますよ。二人で来たいって言ってたんですよ。あ、そうですか。そう。ありがとうございます。なので本当それが叶って嬉しいです。本当ですか。ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。では、番組を始めていきたいと思います。宝石の国ラジオ、金剛先生がお呼びです。スタート。この番組は宝石の国制作委員会の提供でお送りします。いきなりため息から入りましたが、そういえば、はい、一番最初の頭でおっしゃってた脳
カルチャーノーライフって何だったんですか？ あれはパクリですね。ただ今日ね、最初にオンエアになるのは11月の3日で文化の日だから、それにちなんで文化がないとやっぱり人生楽しくないなみたいな。なるほど、はい、まあアニメも ね、 確かに文化だしね。そうですよ ね、 文化だしね、彩りですよね人生の、はい、なるほど、そういう意味だったのか。いい意味だったね。いやいやいや、それではメールを紹介しながら茅野さん、さくらさんと一緒に宝石の国についてお話をしていきたいと思います。しましょう。よろしくお願いします。お願いします。ではじゃあ今日は、いつもねみんなに読んでもらってだけど今日は内容的にね、やっぱり僕が読んだ方がいいんじゃないかなと思ったんで、はい、ペンネームオムライスさん、ありがとうございます。中田さん、茅野さん、さくらさん、失礼します。庭から茅野さん演じるキラキラ眩しいダイヤモンドと、さくらさん演じるギラギラかっこいいボルツが登場しましたね。ギラギラ、ギラギラ、私はダイヤモンドの一人称は私、そしてボルツの一人称は俺かなと最初思っていたのですが、二人とも僕で意外だなと驚きました。そしてイメージとは違った僕呼びにキュンキュンしました。茅野さんとさくらさんはダイヤモンドとボルツを初めて見た時どのような印象を持たれましたかというお便りです。はい、どうでした？最初あやねちゃんは原作からファンだったんだよね。そう、私は今面白い作品があるよって言って友人に紹介してもらって読んでたんですけど、キャストが決まるとかってそういう話、オーディション受ける前から。そうなんだ。だからあ、これアニメ化、アニメ化不可能じゃないのこの作品って。 あるよねそういう作品ね。そう、でその友達とも、これアニメ化できないよねって喋ってたら、アニメ化ってね、オーディションが来てって、嘘でしょって思って、ボルツは怖かったですね最初。ああそうだよね、結構目もつり上がってるしね。そうなんですよ ね、 ね、でやっぱ説明として戦闘鏡っていう説明がすごく印象的だったんで、その各巻にのカラーページとかにこうキャラクター一覧みたいな、性格一口コメントみたいなのとかが、まさにそのみんな並んでる。あ、そうそう、ね、誰をやりたかったとかっていうのは聞かないけど、僕なんか自分がこうキャラクターの本とか原作を読んでると、あ、この役いいなとか思いながら、自分だったらどうかなと思って声に出してみたいとかするけど、そういうもしこう自分がこういう仕事をしてるから、この役はこういう人かなとか、そういうイメージはしながら読んでた。なんかまず、宝石から声が聞こえてこなくて、そうか、喋るのかな。あ、石川さんの独特の静けさがあるね。そうなんだ、からもしかしたら、イルカとかみたいに超音波で会話してんのかなとか。それ面白い、まあ、声帯がなさそうだよね。人間に聞こえないから。そうみたいな、だからこう石の擦れる音で会話してんのかなとか、声帯が石っていう可能性もあるんで。そうだよね、内臓が。それこそその石のその音で下に字幕みたいに出ても不思議ではない作品ではありますよね。そうだね、だからどう動くのかも想像ついてなくて、アフレコに参加した時にやっぱ一番驚いたのが、あ、宝石ってこんなに動くしこんなに喋るんだっていうところです。そうね、だからそもそも走ると息切れをするのかとか、そういう話にもなったんですけど、まあ、結果的にね息切れはしないってことになったんだよね。そうだから、こう気合を入れる時の自分の声とかは入れるけど、でもボルツは強いので一個も入れないでください。あ、そうだね、戦闘シーンはね、はい、言われてクールって感じだもんね。でこう床を歩いてる時に、だからみんなコツコツコツって相当しますよ ね、 ね、金属音がするみたいな。すごい素敵です、ね、から音響すごく難しかったんじゃないかなって思いますね。やっぱ普通のその人のとしてのこう足音じゃダメなわけだから、どこからね一体その石のぶつかる音とか拾ってきたんというか、掴んだりするもんね、抱きしめたりとかね、受け止めて、そうなんですよ、ね、キンって音がしたりとか、そうそうそう、あ、ジェードのね、あったね、コードを試すところとかね、可愛いよね、あれ可愛かった。でも二人ともダイヤモンド族で、はい、先生、私も、一応金剛石だから、そうですよね、原石なんだけど、確かに、でもコード10なのに、こんなにね差があって、そうなんですよ、ダイヤ
私ダイヤやっぱ一番好きで、あ、原作読んでる時から、そういうファン多いよね。この間、オンエアでダイヤが出た途端、ダイヤを描く人がいっぱいいたもん。ダイヤかわいいかわいい。ダイヤはなんかね、描き心をくすぐられるんだと思うんですよね。髪の毛の色使いとか。確かに一番色使ってる感じがするしね。だからボルツの髪に使う労力多分全部ダイヤに持ってかれてると思うんですけど、ね、でもほらボルツもね、長い分ほら描く手間はかかるじゃん。そうですね、なんか漂う昆布みたいな空を漂う海藻みたいなね。でも裏側が赤なんですよ、ボルツって。そうだそうだ、そうだっけ。そうなんです、色違うんですよ。そう、髪の裏側が赤に反射してて、でそれあの公式のグッズのラバーストラップにも反映されてるんですよ。すごいすごい、ね、細やかだよね。細やか、そうやってダイヤが好きな人がたくさんいるから、ダイヤを演じる人誰なんだろうって思ったら茅野さんで。ずるいよね。ずるいずるいよね、その可愛い声でさ。みんなダイヤの可愛いってみんな好き。いやでも私はやっぱちょっとプレッシャーだった。やっぱりその作品の中でやっぱ可愛い子ちゃん代表とかいろいろこういいことばっかり書かれてて、もうみんな大好きっていう、やっぱり私も読んでてダイヤ可愛いって思ってたので、うわーダイヤだと思って、やっぱすごくポピュラーな宝石でもあるし、それこそあの贈り物にするのにね、ダイヤってやっぱ使うじゃないですか。誰にも好かれるみたいなね。そうなのでやっぱりそういうのもあって、一体ダイヤってどんな声で喋るんだろうと思って、すごく悩みましたね。そうかもね。でちょっとあの宝石屋さんの前でこう じっとダイヤを眺めちゃったりして、なんかどうやってやろうって思いながら、多分この人すごい欲しいのがあるのかなってお店のお姉さんに思われたかもしれないけど、私はあの原作は本当オーディションの時に読ませていただいたのが最初だったので、全然もうそれこそイメージ全く湧かなくて、オーディションの時もすごい悩みました、うん、でもほら単に可愛いだけではなくて、なんていうのかな、自分に対するコンプレックスがあるから、そうですね、そういう部分はやりやすい、やりにくい。いやそこがあるからこそ愛せるキャラクターだなって思いました、うんうんうん、やっぱり綺麗なだけってなかなか難しいので、うん、完璧すぎてもね。そうなんですよ、ね、だからやっぱボルツに対しての、うん、そういう、まあ、嫉妬という言葉が果たして合うのか、こうね、この気持ちに名前をつけてってホスにまさに言ってましたけど、何かこうやっぱりこうモヤモヤがこうあるっていうのがこう作中で描かれてて、ダイヤの歪みが大好きS か、 S じゃないや、 S でいい。なんかこうすごいこうなんだろう、依存してるっていうか。私でも闇抱えたキャラクター結構振られること多いのね。いやだからね、かやさんの声がついてなんかなおさら生々しくなって、すごい生々しくなっていいのかな。最高。でもさ、はい、先生的にはボルツはすごいやっぱり人生もあるし、本当に強いから一人でも戦えるみたいなところあるから。そうですね、だからあの見栄えだし、ですごくクールだから、今のところは見てる人がおっかねえなって思ってるかもしれないけど、そうです、ちょっとまだ感じ悪い人っていう感じですね。でもこれから話が進んで、ダイヤを本当は守って大切にしてるっていうのが分かると、意外とボルツ人気がグンってくるんじゃないかと思うんだけど。きますかね。でも兄弟2人まとめて愛してほしいな。そう、結構やっぱり宝石はみんな2人で、うん、2人っていう言い方が正しいのか分からないけれど、二石二石、新社とフォス以外は ね、 ね、そうです ね、 とね、そうなんですよね。だからやっぱ一緒に行動してるっていうのがあるので、やっぱ一緒にこう好きになってもらえたら嬉しいなっていう気持ちはありましたね、うん、色的にも陰と陽みたいなところあるもんね。そうなんです、明るい色と、よく細かく見てみると、3話のフォスを助けるために巨大なカタツムリとそう戦ってる時にも、ボルツ何気に結構やっぱダイヤを本当に結構守ってくれてるのがよく見てると分かって、いちいちそこでキュンとしてましたね、私は。口にしないけどみたいな、いい男ぶりが、ね、なんかこうね、お前は下がってろとか言ってる割にはこう、なんかちゃんとピンチの時に助けてくれるので。そうなんだ。意外とみんな僕呼びじゃない、僕呼びですね、性別がないから。それもね、ファンの人はキュンってくる。そう、ボルツは確かに俺って言いそうなんですけど、僕なんですけど、なんかね、原作の巻末に4コマ漫画ついてるじゃないですか。あ、ついてる、あれで
これでボルツは相当救われてて、実はかわいいですよ、ね、クラゲをどれ何匹紙に包めるかゲームみたいなのやったりとか、うん、やってたそう。あとね、夏服がかわいいんです。え、そうだっけ。これアニメーションでもちょっと楽しみにしてるんですけど、夏服白いシャツになった時すごいかわいい。ここの4コマ漫画って映像化してくれないのかな。特典でつけちゃう。つけちゃいませんで、ここで熱い視線でこう、だから宝石たちのプライベートが垣間見えるので。そうなんですよね。私も結構この最後の4コマ好きで。もう芝居も変えるよね当然ね、変わってくるかもしれません、ねね、気の抜けた宝石たちが本当だよ、ね、これやりたい、うん、やりたいやりたいです。じゃあちょっとスタッフさんの雲行きが怪しくなったところでもう一通読ませていただきます、はい、ペンネームケロッピーさんです。ありがとうございます。中田さん、ゲストのさくらさん、綾野さん、綾野さん失礼します。失礼しました。大丈夫ですよ。アニメ第3話見ました。今回は綾野さん演じるダイヤモンドがメインの回で、終始その優しさに感動しておりました。ボスを助けるべく一人その方法を聞いて回るダイヤモンド、しかしなかなか解決には至らず、苦労する姿に同情せずにはいられませんでした。その後新社のおかげで無事フォスを戻すことができ最高のラストでした。さくらさん演じるボルツは厳格な性格の中に時折垣間見える優しさがとても素敵なキャラクターだなと思いました。また個人的にはさくらさんの低めの声がとっても好きなのでこれからもたくさんボルツが出てくるように祈っています。長くなりましたが宝石の国ラジオとアニメともどもこれからも応援していきます。体調には気をつけてこれからもお仕事頑張ってくださいというメールでした。 ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、よく見てくださったね。こんな細やかにね、感想を送ってくださるなんて、でもなんかボルツとダイヤに関してはもう、結構無限に話すことがなんか、そうなんです。でも僕はアイレンちゃんは、はい、意外とこう男子的な凛々しいデビュー先の時はね違ったけども、はい、たまたまこうお会いする時は割とこうしっかりしてる、割と反骨心があるっていうか、こう突っ跳ねるみたいな強さのある役が多かったん で、ね、あんまり意外なイメージはないんだけど、ご自分的には低めの声ってどうなの。ここまで低いのは初めてかもしれないですね。男役みたいな感じなの、ね、ほぼ男役みたいなものですよね。なんかその一番最初にいただいたディレクションが、そのもう軍人気質であって、すごく地に足のついている声で、こうなんだろう、ボルツにとって言葉っていうものはあんまりな重要視してない、行動で示すタイプの宝石なので、あのぶっきらぼうでいいし武骨でいいし、そのなんかそういうところを出してくださいって言われて、で結構何テイクか撮って確立させていったんですけど、でもやっぱり音に関してもなんかやっぱ黒って低音のイメージがあって、そうだね、確かにイメージ的に、今日もね、お二人はね白と黒で俺みんなに見えないけど、そうなんです、役のイメージだみたいな。でもきっと後で写真を撮ったら、あ、そうか、見ていただけるでね、皆さんね、リスナーの皆さん、このお二人はね、ご自分のねコラボ宝石をお買いになっててね、じゃじゃ今日してらっしゃるんですよ。ちゃんと見えないけど、これもね後で写真撮ってあげて皆さんに見ていただけるかな。これも2人で買いに行って、2人で、そうなんですよ、さすが兄弟な。先行上映会の時にもね、あのつけさせていただいたんですよ。それがあるからじゃあ2人で買ってつけてこう。いや、あやねちゃん本当グッズのことすぐ調べてくれるので、私結構疎いんですけど、知ってるけど PC オタクだよね。 PC オタク、 PC オタク、すごいのらしいよ。そうなんですか、ちょっとそれは初耳かもしれない。ミスマックと呼ばれるぐらいの呼ばれたことないですけどミスマッカーでもマカーではありますが、そうなんだ、 Windows もちゃんと使えますよ。私ダメ、全然機械弱い、機械弱い。でもじゃあ、あ、でもじゃあ、でもじゃあ赤ん坊ってことですね。
愛ちゃんはさ、はい、普段お話してると、うん、まあ役によってこう悪い役とかやってらっしゃるのも一緒したことあるんだけど、うんね、ありましたね。ジョージさんのボスやったことある。行けみたいに言ってはい逆の立場だ。でも普段お話しするとすごくおっとりしてて、うん、優しそうじゃない。そうなんです。それがやっぱりダイヤに出てる。出てますよね。だからこの宝石買いに行く時も、うん、こう伊勢丹に一人で行くのも寂しいからと思って、うん、かやさんにすぐ連絡をして、うん、私は伊勢丹に行きたいんですけどって言って伊勢丹に、なんだそれいやここがね、こういうとこでこう誘ってくれるのがね、あやねちゃんだなって思う。そう、誘い下手なんですけど、かやさんだったらなんとかしてくれるっていう、なんかその母性とかなんか姉感、お姉ちゃん感がやっぱあるので、頑張って予定合わせて、うん、で遊びに行って、それこそ仕事と仕事の合間だったよね。合間にそう。バカだな、はい、先生に声かければ買ってあげたのに。そんないいんですかでも、ね、最初買う予定なかったんですよ。あ、そうなん。とりあえず見に行こうって言って、高いから。なるほど。そう、見に行って でそれこそあのフォスとか金剛先生とか、やっぱ一点物も多いってやっぱり伺ってたので、うん、いやもうまずは生のもの見ようって言って、でね、店員さんに値段とか聞いて。まさかその場で買ったわけじゃないよね。その場で買ったんです。買いました。買う気ないのに行ったのに、はい、買っちゃったの、はい、その場で。今は魔法のようにカードというものがあるので女の人の決断力すごいいやなんか違う、あの金剛先生とかフォスを何運百も見ちゃうと、うん、あれダイヤ意外と安い、一桁安いじゃんみたい たいな錯覚錯覚ですね。一桁分安いの買いますかって言って。本当にもうドキドキでしたよ。だってこんな高い宝石買ったことない、買うことないんで、もう本当に今管理するのにも、もうなんかこう赤子を触るかのようにこうちょっと帰ったらちゃんとだから磨くんですよ。こうキュキュキュ。でも田崎さんのだからなんか品がいいよね。あ、そうです ね嫌味がな い, っていうか、素敵な、素敵です。それこそね、イエローお兄様にお会いした時に、うん、もうイエローお兄様の、まあ、普段使いしてたよ。あ、すごいそうや、皆川さんも皆川さんに現場でお会いしたら、ね、話してたら、うん、いや長司さん実はねって言ってほら見てって言って写メを見せられて、え、何これって言ったら買いました。あ、まだ発表になってない時だったから皆さんに言えなかったけど、皆さん買ったんですかみたいなダイヤモンド系は全員買ってるってこと。そうですね、買ってますね。いやでもドキドキですよ、今日もつけるのドキドキなんだもん。ドキドキでした。ケースから出したら壊れちゃうんじゃないかと思って。でもダイヤ強いから大丈夫そうだね。じゃあすいませんけど、ここでもう一通あの普通オタが来てるんで、うん、せっかくにお二人に来てるんで読ませていただきます、はい、さっきお話してた内容と被るかもしれませんけど、はい、ペンネーム丸うさぎさんからいただきました、うん、ありがとうございます。ゲストの茅野さん、さくらさん、こんにちは。こんにちは。アニメの第3話拝見しました、うん、ダイヤモンドはとても可愛いですが、いろんな悩み事があるなんて本当に思っていなかった。ボルツが強くて必ずダイヤモンドのことを守って、それ家に何度も怒って、でも実は優しい子です。私はそう思います。茅野さんとさくらさんの声は完璧です。お二人はダイヤモンドとボルツの関係をどう思いますかというメールだったんですけども、先ほどね、まあ、こういうお話もしたんで被っちゃうかもしれませんけれども、皆さんやっぱりボルスのこともよくわかってるよねありがたいですね。わかってますね。なんか効率重視なんですよ。誰もが死なずに、まあ、生きる死ぬの概念が難しいですけど、多くの宝石が連れて行かれないように、そのためにやっぱ怒ったりとか、ダイヤモンドも変わった戦い方して怪我するみたいなね。そう、なんか自分を大切にしてほしいっていうところから来る裏返しのきつい言葉だったりとかそうだねするので、優しさの裏返しなんだよねきっとね。そうなん、不器用、すごく不器用。さっき言ってたけど、あのフォースを剣でこうぶら下げて、あ、はい、何も喋らないでっていうところにもね、なんか寡黙だけどそうなんですよね。確かに、でも本当に関係
係性がね、こうあの結構大切な作品というか、うん、それぞれのこうバディ的な感じで2人でやっぱり動いてるので、うん、役者も割となんかそういうのを大切にしながら2人一緒にこう座ったりとかっていうのもあったりしましたね。それこそ私たちもずっと隣に、私たちずっと隣に、あ、あそうかそうか、やっぱりそういうのって普段から大事にされたり、なんとなくやっぱりそういう気になるんだね、関係性は。やっぱりでもやねちゃんでよかったなって思いました。やっぱり一緒に今までこう仕事も多くしてたっていうのもあったり、プライベートでもやっぱこうやってご飯に行ったりとかもする仲なので、なんかだからこそのこうなんだろうな、こう会ってからもう7年ぐらいは経ってるはずなの で、もうね、だってその制服姿の頃からあやねちゃんを知ってるわけやめてそこから考えるとなんかやっぱりこう近い存在になってると思うんですよね。だから今までのその積み重ねてきたものが宝石の国ではこう一緒にやれたことによってその絆みたいなものは出せたかなっていう、あやねちゃんだからこそできたものはあるかなっていう感じはしましたね。じゃあ長崎音響監督はプライベートは知らないけどいいキャスティングをした喜んじゃうから長崎さん、まあ今日はねせっかくお二人が来てくださったから、お二人に関するメールが来てて、本当にあのお答えいただいて、いっぱいいただいたんですね、よかったと思います。ありがとうございました。ではここで一曲、曲を聴いていただきたいと思いますが、はい、では茅野さんご紹介お願いします。アニメ宝石の国のオープニングテーマ曲です。ゆりかさんで鏡面の波。眠りの手閉じ込められていた熱が水際に漂ったその色、宝石の国ラジオ、金剛先生がお呼びです。この番組はジョージ中田と今回のゲスト愛かやのあやねさくらでお送りしております。金剛先生への質問箱、このコーナーは宝石の国に関するさまざまな質問を紹介していくコーナーです、うん、これはね、たまに原作者の市川先生自ら答えてくださったり、はい、あら、あ、そうなんですね。この2週連続設定とかいろんなことをお答えいただけるんで、皆さんもね、ぜひ、市川先生に聞いてみたいことがあったらお便りいただけると、もしかしたらですよ、先生も忙しいからね、昼寝もしなきゃいけない、答えてくれるかもしれませんので、先生、そういえば収録の時も ねいらっしゃいましたね、映像でも ね毎回見てくださってましたから ね。では質問の紹介を、茅野さんお願いできますか。はい、お願いします。もふもふ天国さんからの質問です、はい、宝石の国を拝見していてずっと気になっていたのですが、宝石たちの髪型にはそれぞれ何か意味があるのでしょうか。特にジェイドの髪の結び方とボルツの長い髪に何か意味がありそうで気になります。いた
ただきます。ジェーボってどんな髪、これ編んでるやつだよね、こう、うん、なんかよくなんかどうやってるんだろう、ちょっと不思議な確かに髪型でした ね。そんな長くないけどみたいなね、どうなってるんだろう、なんで表現すればいいんだろう、編み込みみたいなのがあるような、うん、あれも、でもそもそも宝石って編めるのかな、あーそうか、スフェンも編んでる、あれだよね、結構でも髪型変わったりしてたよね、してますよね、うん、アメジストも編んでるか、確かにこれはちょっと気になるところだね、ダイヤモンドも髪なびくしね、あそうですよね、柔らかいのか硬いのか不思議、ボルツはビビビビンって伸びるしね、まあそうですよね、ちょっとこの前溶かされたりしてたしね、してました、髪でも攻撃できるっていう、ね、すごいね、無敵だよね、無敵、強い強い、うん、じゃあこれ答えがあるんですか、あったっけ、あのね、来てます、来てます、ここにちょっと先生からの付箋が貼ってあって、付箋貼ってある、見えないようになってる、答えが見れないようになってる、これじゃあすごい、これじゃあワイドショーみたい、みんな見えないからね、そうですか、剥がしてもね、宮根さんの気分、今剥がれました、はい、はい、市川先生だ、剥がしていいの、ペラ、いきますよ、生まれた時の長さや量から考慮し、性質に合った髪型を金剛が決める、私フェチ自分の好みだった、それ以降は各自に任せているのですが、最近だとレッドベルの調整が入ります、あーやりそう、服に合わせて髪型もなんか指定してきそう、まあ、スタイリストでヘアメイクさんだ、そうなのか、金剛先生が決めて、生まれた時の長さや量から考慮し、そうなんだね、性質に合った髪型、まあ、待って、ボルツはお前はそのままでいろっていうことだったんですかね、あボルツはもともとどういう感じだったんだろうね、でもほらあのこの間千葉ちゃんがじゃないや、はい、出てきた役が、なんかあのここにはいい男しかいねえなみたいに言ってたよね、であれは金剛先生が好みで顔を作ってるってことだよね、顔も、そう、顔の造形ってどうなってるんでしょうね、もともとからあるのかちょっと変えたりできるのか、髪色はね、変えられると思うよ、顔も変えられんの、どうなんだろう、みんな金剛先生の好みなんじゃないか、嘘だから、でも確かにその、ルチルが直してくれるじゃないですか、その時にねちょっとなんか私今回は細身がいいんだけどとか、目もうちょっとキリッとできないよとかなんかそういうの言えばやってくれるのかな、どうなんですかね、おしろいのこう、なんだろう、おしろいの効力も、でもすごいよね、そうね、おしろいでの色ってでもみんな一緒ですもんね、一緒ですよね、色は変えられないけど形はいけんのかな、形いけんのかな、ね、それも気になる、不思議だよ ね、気になる、でも髪の毛のことはでもこれきっとファンの方も初めて知りましたよ ね、きっとね、じゃあレッドベリルが調整して、ある程度こうした方がやんたはいいよって言ってるってことだよね、ですね、じゃあ今誰が金剛先生が言ったままにしてるのか、調整が入ってるのかわからないからないってことね、楽しい、そういうの考えるの、市川先生ありがとうございました、ありがとうございました、というわけで金剛先生の質問箱でした、宝石の国ラジオ、金剛先生がお呼びです、ここからはリスナーの皆さんのこだわりの話、頑固な話などのメールを紹介し、その硬さを独断と偏見で判定していきたいと思います。題して My Cold、 なんか別の単語に、ほら宝石の国に出てくる宝石、それぞれコード持ってるでしょ、あ、はい、ね、それを、皆さんのメールに当てはめて、この人の頑固度はこのぐらいじゃないかっていうのをちょっと決めたいと思いますので、はい、では早速マイコード分のメールを読ませていただきます、はい、お願いします、ペンネームしおりさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、私は本は紙媒体というこだわりがあります、紙の本だからこそページをめくる時のドキドキ感やワクワク感は電子媒体では味わえない魅力だと思います、また今まで読んだ本たちを目で見る楽しみもあります、この宝石の国の原作も7巻全部が宝石のようにキラキラと本棚で輝いています、
ていう、うん、こういうこだわりはどうでしょうかね。わかります。わかりますよね。もうこれはもうあやねる的に本好きなんだもんね。本好き。さ、3000冊ぐらいうちに。うそ。漫画含めて。家が潰れない？いや、あの全部ロフトに収納してるんですけど、だんだんその大丈夫？自分の部屋のそのロフトの天井がたゆんできてます。たゆんでくるよね。危ない危ない。本って重いもんね。で、あの一軒家なんですけど、うん、あのだんだん、うん、家が傾いてきてる。傾いてる。本当に。あの犬の遊ぶボールがコロコロってコロ。それきっと本のせいかもしれない。そうなんです。そんなに読書虫なんだ。割と好きで、でやっぱりあの最近ね、昨今は電子書籍とか、そうだね、すごく便利だなって思うんですけど、やっぱり紙が好きで、紙をめくって、であとこう片手で持ちながら、あとどれぐらいだろうって確かめながら読むのが好きだから。終わりに近づいてきたぞ。そうなんです。ドキ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 みたいな。あ、あとこれぐらいしかない。右手にこれぐらいあって左手にこれぐらいある。電子書籍じゃわからない。わからないので。なるほどね。あれってね、だって人差し指でヒュッヒュッってやってめくっていくから急に終わるもんね。急に終わります。自分で本屋さんとか行くの？じゃあ、もうあの割と週1、少なくとも週1、すごいね、多くて、一番ハマってた時は毎日行ってた時期もありました。読書少女だね。いいね。でもね、え、じゃあ学生の頃はお父さんやお母さんが、はい、あれね、読書券読書券じゃない、図書券、そう、図書カードが一番もらって嬉しかったです。あ、そっか、うん、だからなんかこう母とか父の会社とかで手伝いをして、うん、でそれのあの交通費とお駄賃で、中学生の時にバイトできなかった時に、毎日500円もらって一冊本を駅で買って帰るとか。あいちゃんもさ、あの自分の CD とか出した時にこう、うん、自分の CD？ キャラソン的な、キャラソン的な、キャラソン、そういうのいただくでしょ。あ、そうですね。そういうのってやっぱりこうデータでいただくと、うん、こう自分のこうメモリーオーディオにこう小さく表面のあの絵は出るけど、やっぱり手で持ってると開けたり、まあね、裏見たり、まあね、ブックレットを見たりっていうのあるでしょ。そういうの見るとやっぱりどう？いや、私もあんまりそのそもそも機械が得意なタイプじゃないので、ね、うん、もうその CD を入れてで、うん、再生することぐらいしかできない。できない。取り読み込んで自分のなんか何かを作るとか、iPod 的なものに入れる。だからそういうのをやってる人羨ましい。外で音楽だから全然聞かないですもん。なるほど。だから電子書籍が嫌なんじゃなくて、購入して読み方がわからないってことね。そもそも。そうなんですよね。なので私は。私ももう昔からあの絵本がすごく好きなので、うん、もう母もやっぱ本すごい好きでいっぱい集めてたので、ちっちゃい時読んでくれたりしたのか。すごい読んでくれてました。しかも全部役をこうやってくれてました。役者さんだな。今生かされてんじゃないですか。でもそういうのあるのかもしれないです。だから自分でもこうやっぱそうやってなりきって読むとか、子供の頃から今思えばやってたなって思いますけど。いいお母さんだね。やってましたよ。グリとグラとかさ、懐かしい。グリグラグリグラって、うん、こういうの読むの好きだったので声に出して読んでましたね、うん、僕もね、意外とこう電子書籍とかやってみたくてやるタイプなんだけど、うん、なんかねこう読んだ感がないんだよね。ないですよ ね、 ね、だから資料とかは、うん、そうですね、うん、すごい重宝してますけど。でも例えば原稿とかメールでいただいても、うん、結局ね自分でプリンターでね、紙媒体にしちゃうんだよね、うん、でまあどっちもうまく使えば一番かもしれませんね。ね、両方ね。まあもう、うん、もういっぱい持ち運べない時とかには、うん、そのデータとして持って歩いて、ね、でまもう特にお気に入りのものはっていうのは紙の媒体でこう置いとくっていうのも、うん、なんか本棚って特別感ありますよね。それにさ、僕あの宝石の国の原作を最初買いに行った時に、え、何これキラキラしてすげー綺麗じゃないか、すごい凝ってるなと思って。今7巻まで出てるでしょ、うん、7巻そろえるとすごいね、やっぱり綺麗だから、これを本棚とかに飾ってあるのと電子書籍じゃ、うん、なんかやっぱり存在感が違うよね。違いますね。白押しとかなんか、うん、ホロ加工とか、ああなるほどね、そういうのこれもだって先生のこだわりでってね、そうでしょ。ハリーポッターの魔法の書みたいなのがね、電子書籍だと嫌だよね。ちょっとそう、あのなんか重厚感、グリモア感がいいですよね。そうだよね。で
お家に添えて飾って、うん、本あの紙としてこう楽しむものは、うん、そうやって本棚に入れておいて、うん、こう外に持って歩いていつでもこう身近に置けるっていう意味では、うん、そういうのがいいかもしれませんね。入ってるとあ忘れたっていう時に あこっちにあったから見ようっていうね、うん、そういう意味ではすごく便利ですね。確かにもう用途と好みですねこれは、うん、だからコードで表現するの難しくないですか。なるほど。じゃあねでもねこの人どうかな、うん、これじゃあ僕が独断と偏見でいってもいい。そうです、うん、本たちを大事にしてくれて宝石の、ねうん、ようにキラキラ七巻全部輝いてくれて、これは素晴らしいと思うんでね、素晴らしい、ちょっと個人的に、盛り上げちゃおうかな。では発表します。あなたのマイコードは 8.9 刻みましたね。だって10が最高だよ、まあ、あれコードって高ければ高いほどいいってこと、偉いってこと、偉い、君のこだわりは素晴らしい。じゃあ 8.9、はい、8.9 だとアレキとかパパラッチぐらいかな。じゃあ次の行動を言ってみてもいいかな、うん、はい、はい、ペンネーム猫村みどりさんです、うん、ゲストの茅野さんとさくらさん失礼します。こんにちは。あーなのかな、これはあーか失礼しますか。これはこだわりより私個人の癖です。私は道で歩くとき絶対他人の影と物の影を踏まないです。小さい頃はその影は罠だ、踏んだら地獄に落ちるぞと思い込み、つい頑固な癖になりました。こんな私の高度はどれくらいでしょう、判定お願いします、というメールをいただきました。なかなか難しい。全部影の時どうするんだろう、ね、歩かないのかな、そこ影だらけの時は影踏みみたいなのありましたけどね、遊びで、ね、なんか人の影を踏んじゃいけないとかってなんか言われたような気も。鬼になるんですって。あーそんなのあったね。 ありましたね、確かに、ね、影鬼みたいな、影鬼みたいなこと、うん、あとはあのほら影をこうなんだっけな、太陽を見てから影をずっと見るのかどっちだったか忘れたけど、うん、こう影の形が空に映るようになるやつ、あるあるある、影帽子だっけ、影帽子ね、あったよね、そうしたね、ありました。いろいろこの方もなんか小さい頃ほらよく漫画とかで黒いこう影の中にこう行ったら吸い込まれちゃうみたいな、そういうなんかトラウマみたいなのがあったのかもしれないね。この人渋谷とか行っちゃったらどうするんですかね。本当だよね、人の影だろうけど、もう人の仮想地しか歩けないよね多分、もう一歩も、ね、多分スクランブル交差点で死んじゃう。スクランブル交差点、立ち止まってる、進みますよ ね、 そうね。じゃあこれはね、じゃあさくらさん、コード判定してみてもらっていいかな。兄ちゃん、でもこれはもう我々と同じくらいでいいんじゃないの。10? これ頑固度を測るんですもんね。そうかここまで行ってれば、まあ、とりあえず私たちが来たことで一回10を解放しておきますか。そうしましょう、そうしましょう、そうしましょう、そうしましょう。じゃあ、はい、発表してください。猫村みどりさんのコードは10。やった、最高記録出ましたよ、おめでとうございます。おめでとうございます。ではじゃあ10が出たとこで、うん、マイコードのコーナーは以上です。それではここで1曲聴いていただきましょう。さくらさん、紹介のほどよろしくお願いします。はい、アニメ宝石の国のエンディングテーマ曲です。大原由依子さんできらめく浜辺。闇を消した瞬間
宝石の国ラジオ、金剛先生がお呼びです。ではでは、ここで番組からのお知らせがあります。テレビアニメ宝石の国は東京 MX、MBS、BS11、ATX にて毎週土曜日放送中です。東京 MX では毎週木曜日に再放送も行っています。続いて原作情報です。宝石の国原作コミックは7巻まで発売中、最新8巻も11月22日に発売です。また毎月25日発売のアフタヌーンにて宝石の国が連載中です。今度は音楽情報です。テレビアニメ宝石の国オープニングテーマ、ゆりかさんの鏡面の波、12月6日水曜発売です。そして同じくエンディングテーマ、大原ゆい子さんのきらめく浜辺も同じく12月6日水曜発売です。続いてブルーレイ &DVD の情報です。宝石の国第1巻は12月20日の水曜日発売です。初回生産限定特典は来年4月1日に開催のスペシャルイベント優先販売申し込み券、スペシャルサウンドトラック全編32ページ、32ページのオリジナルアートワーク集ボリューム1ということで盛りだくさん、復刻版、キャラクターカード、チビキャラバージョンなどついてきます。皆さんぜひお願いします。はい、これ手元にあるのがこれが、そうですね、あ、ブルーレイ DVD 第一巻の、どうでしょう、めちゃくちゃ可愛い、もう皆さん見た方いらっしゃるかもしれません。そうかもですね、情報がもうツイッターとかで出てるかもしれませんね、うん、宝石っぽいですよね。そうかもね、これ私先行上映会でお話しした、はい、あの本棚にちょっと並べられるよってまさに言ったような感じの仕様になっておりますので、本棚じゃもったいないかも。でもこれ、ねね、横から見ても後ろから見ても前から見てもかっこいい、とても素敵なので、はい、ぜひお願いします。お願いします。続きましてキャンペーン展示情報です。宝石の国アニメイトキャンペーン実施決定。前回好評を博したテレビアニメ宝石の国アニメイトキャンペーンで配布した宝石の国キャラクターカードを11月3日金曜日より再配布いたします。キャンペーン期間中アニメイトにご来店いただいたお客様に8週連続で毎週宝石の国の宝石たちのビジュアルを使用したカードを1枚プレゼント。どのキャラクターが配られるかは当日お楽しみにしてください。このキャンペーンやってる時に、はい、僕こっそりアニメと言って、くださいって言ってくれたのが金剛先生。いやバレてますよ絶対。いやいやいや、すごい、お兄さんがランダムにくれたら金剛先生、あ、ジョージさんだってなったと思う。いやいや、でもう一つ情報があって、2017年11月15日より紀伊国屋書店西武渋谷店イベントスペースにて宝石の国展開催。おー、テレビアニメ宝石の国の資料と合わせ原作複製原画なども展示しますので、ぜひ見に行ってくださいね。行きたい、ね、そしてね、まだあります。最後商品情報です、はい、ネオゲートさんよりティザービジュアルを使用したボスのホログラムビッグアクリルキーホルダーが登場、うん、まるで本物の宝石のように光るホログラム仕様で横たわるボスがより美しく輝きます。大きめサイズで存在感が抜群なので、カバンにつけたりお部屋に飾ったりといろいろな使い方で楽しんでくださいね。詳しくはネオゲート公式ホームページをご確認ください。はい、まだあります。エクスレアさんでは背面がラメ入りクリア仕様のボスや新車、ダイヤモンドやボルツなどの高クオリティトレーディングラバーストラップが制作進行中。これさっき言ったやつです ね、 あ、そうね、ボルツの髪の裏が赤いやつ。あ、これもキラキラなの、なんか裏返すとキラキラした素材らしいですよ、こちらご予約受付中となっております。詳しくはエクスレア公式ホームページツイッターをご確認ください。いや本当にね、宝石の国のこういうグッズはなんかキラキラしてて、素敵ですよね。すごく実際に使いやすいよね、きっとね。そうですね、可愛いから。実は私ね、ナタリーさんの宝石の国のグッズの通販でね、注文しました。なんか何買ったの、もう、スマホカバーとか、そうなんだ。そう、あとなんか、トートバッグみたいなのもありましたっけ、うん、なんかそういうのをの予約をしてて、なんか普段使いしやすそうだよね。そう、できそうな感じですね、うん、確かに、うん、いやでもきっとね、うん、全部こうグッズってなると多分市川先生がきっといろいろ確認してくださってるんじゃないかなと思うんですけどね。いやまだまだこれからが楽しみですね、はい、以上番組からのお知らせでした。
ダイヤモンドファン、ボルツファンには申し訳ないんですけども、お二人とはそろそろお別れの時間です。いやね、今日はねもう全助かったよ。二人でさやらなきゃいけないって二分の一じゃない。でも今日三人だから三分の一じゃん。私たち二人で一つなんで一人みたいなもんでしたよ。そうか、でもね本当に大助かりでしたよ。いやありがとうございます。こちらこそ。もう拙いね MC で本当に申し訳ない。いや全くそんなことないです。そう、はい、その大きい声でもう一回言って。全くそんなことないです。ありがとうございました。先生でも本当今日楽しみにしてきたんですよ。本当ですか。しかもねこうやって本当に2人で揃ってこれたことが何よりだなって。いや本当にね、お二人でこう告知読んでるの聞いたり、なんかメールを読んでくださってるの聞いてるとね、すごいなんか落ち着いてね。よかった。でも、うん、この後もねまだまだ宝石これだけメンバーいますから、そうきっといろんな方いらっしゃるのかな。いらっしゃいますよね。大変だね。うん、これさ金剛先生撮る前だったらなんかアフレコの時にみんなに何やって言われそうで、終わった後でよかった。本当に言わないです。金剛先生の威厳も何もあったもんじゃないか。いやもうこれからもジョージさんはね、アフレコの時からこう皆さんにこうお菓子を持ってきてくださって、今日もね美味しいカステラ、砂糖サブレまで。そう、今度ダイヤモンド買ってきますよ。重い。でも本当に良かったです2人で。そう言っていただけた、うん、なんかお互いね、うん、ダイヤモンドボルツも、ね、お互いない、ね、今日は2人で来てくれたから、うん、本当そういう意味ではねちょうど良かったですよね、うん、本当にありがたいことです。はい、しかもねなんかファンの方のこうメール、ね、やっぱりジョージさんいっぱい読んでくださって。そうです、ね、すごいなんか皆さんの本当に宝石へのこう気持ちが、うん、あと期待感とかね。そういっぱい詰まってた、うん、これからも多分私がボルツとダイヤモンドのシーンで一番楽しみにしてるシーンがあって、うん、そこも多分アニメこの先描かれる気がしてるので、うんうん、ぜひぜひこの先も、楽しんでいただきたい。お願いします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。宝石の国ラジオ、金剛先生がお呼びです。1回目はフォスが来てくれて、この間は新車が来てくれて、今日はダイヤとボルツがお二人で来てくれました。本当に皆さんからのメールにも答えていただけたし、宝石の国ファンは喜んでいただけたんじゃないでしょうか。本当にお二人ありがとうございました。次回のゲストは、4話が終わって次は5、6、7、どなたになるんでしょうね。また番組では皆さんからのメールを募集していますんで、ぜひお便りの方もよろしくお願いします。メールの方はインターネットラジオステーション温泉の番組ページにあります投稿フォームから送ってくださいね。それではそろそろお別れしたいと思います。お相手は金剛先生役の中田ジョージでした。この番組は宝石の国制作委員会の提供でお送りしました。